やあみんな、俺だ。今日は俺の大人気のボケてをまとめてきた。ぜひ楽しんでくれよな。それじゃあ、やあみんな、俺だ。赤ちゃんは泣くのが仕事、俺は仕事がなくて泣く。それじゃあ、やあみんな、また俺だ。赤ちゃんは首が座っていない、俺は首になって座る席がない。それじゃあ、やあみんな、また俺だ。赤ちゃんは目が見えない、俺は先が見えない。それじゃあ、やあみんな、また俺だ。赤ちゃんはまだ立てない、俺はまだ立ち直れない。それじゃあ、やあみんな、また俺だ。それじゃあ、やあみんな、おなじみの俺だ。イカは墨を吐く、俺は酒を飲みすぎて吐く。それじゃあ、やあみんな、また俺だ。イカはよく干されてるよな、俺もだ。それじゃあ、やあみんな、また俺だ。イカはつまみに出される、俺は会社につまみ出される。それじゃあ、ここはニトリ、俺は一人。それじゃあ、やあみんな、俺だ。ラーメンといえば豚骨、俺はポンコツ。それじゃあ、やあみんな、また俺だ。ラーメンといえば家系、俺は家ねえ。それじゃあ、やあみんな、俺だ。蜂は蜜を集める、俺は蜜を重ねる。それじゃあ、いやあまた俺だ。ペンギンは南極に住んでいるが、俺は今南極に立っている。じゃあまたな。ベガ、デネブ、アルタイルで夏の大三角形、俺嫁浮気相手で三角関係だ。空には星座、俺は土下座だ。いやあ俺だ。進次郎は同じことを繰り返す、俺は同じようなボケを繰り返される。それじゃあ、なくなったら困るもの、命、お金、仕事、いやあみんな俺だ。の人、いつにくだらないことで大騒ぎするんだな。いやあ俺だ。ドラえもんは未来から来た、俺にはもう未来はない。それじゃあ、いやあみんな俺だ。の人が大量発生したら起きそうなこと、うわあみんな俺だ。江戸時代にボケてがあったら、いやあミラノ州拙者だ。いやあみんな俺だ。こいつはスペシャルウィーク、俺は無職で毎日がゴールデンウィーク。それじゃあ、なぜ人生のどん底にいる彼は笑っていられるんですか。お前らが笑ってくれるからだ。それじゃあ、いやあみんな俺だ。底辺の高さで面積は求められる、俺は社会の底辺で面積が求められる。それじゃあ、いやあみんな俺だ。こいつは透明無色グラス、俺は透明無色グラシ、切れ味抜群だぜガラスだけに。それじゃあ、いやあみんな俺だ。背景は真っ白、俺のスケジュールも真っ白、お酒は真っ暗だけどな。それじゃあ、いやあみんな俺だ。この後の天気はもうすぐ晴れる、俺の悪事ももうすぐバレる。それじゃあ、いやあみんな俺だ。驚かしちゃったかな、でも安心してくれ、巨人は俺がなんとかする、でも人生はなんとかす。じゃあな。いやあみんな俺だ。警察は無線を使える、俺は無線で捕まる。それじゃあ、お前らにどうしても言いたいことがある。いつも見てくれてありがとう、これからも頑張るから応援よろしくな。それじゃあ、キーワード3つで彼を思い出させてください。いやあみんな俺だ。いやあみんな俺だ。後ろの子はもういらん、俺は上司からもういらんって言われた。それじゃあ、いいですか。いやあみんな俺だは体に大きく負担をかけます、寿命を縮めたくなかったら控えることです。いやあみんな僕だ。葬儀屋の司会で、いやあみんな俺だが本名だったことを知る。いやあみんな俺だ。侍は刀を振る、俺は彼女に振られる。それじゃあ、いやあみんな俺だ。それじゃあ、いやあみんな俺だ。こいつは銃で撃つ、俺は会社で撃つ。それじゃあ、いやあみんな俺だ。いやあみんな俺だ。それじゃあ、いやあみんな俺だは商標登録した、使うなら10万払え。後ろの子はかごめ、僕はかぶってなんかごめん。それじゃあ、いやあ違うな。いやあみんな違う。いやあみんな俺だ。これだ。いやあみんな赤ひょう俺だ。よう俺だ。リア充は熱々、俺も熱々、つまり俺はリア充。それじゃあ、いやあ皆さん私です。それでは。